日本とオーストラリアで安全保障協力体制強化を打ち出した両国。潜水艦での共同対潜水艦訓練や共同索敵でも協力体制。さらに F-35 戦闘機でも相互巡回などの協力体制に入るとの見通しだ。今回はこの日本とオーストラリアの安全保障協力体制を詳しく見ていきますね。F-35 戦闘機を生産している両国だからできる強化体制も出てきますね。韓国はいらんけどね。2022年12月10日、今回で通算で10回目となる日本とオーストラリア間での防衛閣僚協議、通称2+2が東京にて開催され、膨張を続ける中国の動きを背景に、両国の安全保障体制のさらなる協力を打ち出した。今回の防衛閣僚協議、通称2+2には、日本から林外務大臣と浜田防衛大臣、オーストラリアからは、ウォン外務大臣とマールズ副首相兼国防大臣が参加し、終了後には、両国での共同声明が発表されるに至った。その共同声明では、日本とオーストラリアの2国が、特別な戦略的協力関係を強化し、民主主義、人権、自由貿易等々の共通の価値を共有していることを強調しており、さらなる2カ国間での協力関係の推進を表明した。また、中国を念頭に置いた武力による現状変更への強い反対を示し、現在の国際的なルールに準拠する秩序を、日本とオーストラリアが共に了承していることを、改めて世界に向けて発信、その意義を問うものとなった。日本とオーストラリアは、これに、アメリカとインドを加えた、いわゆるクアッドを通じて、自由で開かれたインド太平洋という理念を追求する姿勢を強調し、その実現を図ることを、防衛閣僚協議、通称、2+2で訴えた形である。個別の事案としては、日本とオーストラリアが、太平洋を取り巻く諸国や ASEAN、東南アジア諸国連合に対し、支援と協力を行うことが、まず挙げられ、これらの国々との協調を、大きな対中国戦略の柱にする意図が感じられる。次に、今や、ちょうど今後は航空宇宙自衛隊へと、規模とカバー領域の拡大を図ることになっているが、現行の日本の航空自衛隊、及び、オーストラリア空軍の最新鋭の戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型を相互に巡回させて展開する案が示された。これに、日本とオーストラリアに、アメリカまで加えた3カ国において、従来もすでに実施されてきた、合同軍事演習の実施をさらに強化することが打ち出され、一層の防衛協力を推進しようとする動きを示すものとなった。また、個別の兵装としては、長距離精密誘導兵器、及び各種のミサイルを用いた防衛システムにおける協力関係の強化や、サイバーセキュリティ、宇宙といった新領域における関係の強化が大きく打ち出された。日本は、すでに、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面において、その領海内に度重なる、中国公船の侵入行為を受けるなど、中国による直接的な圧力にさらされているほか、台湾有事においても深刻な懸念を抱えている状況である。その一方で、オーストラリアは第二次世界大戦太平洋戦争においては、日本に攻撃された過去を持つものの、以後は地理的に直接の脅威となる国家が、幸いなことに少なく、近年までは、比較的に、平和であったと言えよう。しかし、中国が、経済的な発展を背景に、軍事力をも飛躍的に増強し、南シナ川の大半を、自国のものだと主張し始めると、オーストラリアも、自国の通商路に対する不安を認識するようになり、中国の脅威に直面しつつある。
それまでは政治的、経済的ともにほとんど親中路線といっても過言ではなかったオーストラリアではあるが、2020年の新型コロナウイルスの世界的な流行りから中国に対する警戒心はより醸成されていったように見える。その一つの具現化が、オーストラリアとアメリカとイギリスの3カ国が2021年9月に電撃的に発表したオーカスの締結であり、新たなオーストラリアの安全保障をめぐる施策として米英への回帰路線を打ち出したものと言ってよいだろう。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、それまでフランスの技術的な支援を仰いでの新たな通常動力型潜水艦であるアタック級を調達する計画を破棄し、アメリカもしくはイギリスから攻撃型の原子力潜水艦の調達へと舵を切った。従来のオーストラリアは国家として原子力に関して発電所等の平和利用についても、これを環境保持の観点から行わない政策を堅持しており、その国内の施策を大きく覆す原子力潜水艦の調達の動きは日本でも大きく取り上げられた。オーストラリアがこうして攻撃型の原子力潜水艦の調達を打ち出した最大の理由も、自国から遠い南シナ海を活動領域とするには通常動力型潜水艦では不十分であるとの純粋に軍事的な判断を下したからに他ならない。通常動力型潜水艦に比して連続航行時間、日数や水中での移動速度に大きな優位性を持つ原子力潜水艦をオーストラリアが選択したことは、日本においても政治家がその是非を問う契機となり、議論の対象となったことは記憶に新しい。今回の防衛閣僚協議、通称2+2で、日本とオーストラリアは一層の防衛協力の姿勢を明確にしたが、今年2022年はそれも含め両国がかなり踏み込んだ協力関係を政治的な取り決めで強化した年だったと思える。まず年頭の1月に、日本とオーストラリアは日豪円滑化協定への署名を行い、これは日本の自衛隊とオーストラリア軍とが相互に共同での運用を容易とする内容であり、新たな防衛協力の枠組みとして注目された。そして、10月には、オーストラリアのパースにおいて、岸田総理大臣とオーストラリアのアルバニージー首相が首脳会談を実施し、安全保障協力に関する日豪共同宣言を改定して締結を行い、日豪の関係を深めていた。安全保障協力に関する日豪共同宣言は、今から15年前の2007年に初めて交わされたものだが、ここで15年を経て改定され、日本とオーストラリアとが有事の際して相互に対処の措置を検討する旨が内容に盛り込まれた。加えて改定された安全保障協力に関する日豪共同宣言には、日本とオーストラリアとがエネルギー資源の安定共有についても協調関係を取ることが明記されており、資源をほとんど輸入に頼る日本にとってはありがたい。ここで言うエネルギー資源とは、具体的には LNG 液化天然ガスやレアメタル等を指しており、ロシア・ウクライナ戦争の勃発でロシアからの LNG の輸入に不安を抱える日本は、なんとか選択肢を増やした形と言えそうだ。さて、今回の防衛閣僚協議、通称2+2で打ち出された、日本の航空自衛隊とオーストラリア空軍の F-35 ライトニング 2A 型を相互に巡回させて展開する案だが、空中での給油機を強化することで実現する方向となる。航空自衛隊はF-35 ライトニング 2A 型を総数105機調達する計画で導入を行っているが、オーストラリア空軍でも同機は
72機の調達が計画されており、オーストラリアの国、経済的な規模からすれば、かなり多いことが感じられる。もともと、オーストラリアは F-35 ライトニング2の国際的な開発パートナー国である8カ国のうちの1国であり、段階としては、それらの中で最も仮想のレベル3ではあるが、アメリカ、日本に次ぐ同期の調達数の多さの理由なのだろう。日本はアメリカのみを唯一の軍事同盟国としているが、中国の太平洋方面への進出の圧力は増す一方で、それを抑制しようと考える国とは積極的な防衛協力を行うべきであり、今のオーストラリアとの関係強化は必然と言える。今年2022年は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が現実となってしまったが、ウクライナへの軍事支援をアメリカと共に行う NATO のような存在が、残念ながら、日本の位置するアジア、太平洋方面には存在しない。それを考えても、オーストラリアとの関係強化は、日本にとっても、重要な意味を持つことに異論はないが、かつて捕鯨をめぐっては、もっとも日本に強硬な態度をとり、その分野で敵視してきた事実も頭の片隅には置いておくべきではあるだろう。